ペアチェペラのジュンです。今回ですね、2023年下半期ユニクロで買ってよかったもの10選ということで、今回は7月以降12月までこの下半期に買ってよかったやつご紹介していきましょう。まず1点目、今着てるやつ、こちらユニクロのスフォリアンのセーターでございます。これユニクロに見えた？最初みんなこれユニクロに見えた？めっちゃオーバー目で可愛いよね。これ見て、これモックネックやし、オーバー目やし、しかもめちゃくちゃ気持ちいいの。ユニクロにこんなおしゃれな赤色のセーターあるなんて知らなかったわーっていう方がね、大半かなと思います。しかもこれ価格めちゃくちゃ安くて、4000円、僕は3000円で買いました。3D ということで立体的に縫われている、全然縫製してる場所がないから全然チクチクしないし、いろんなこだわりポイントあるわけ。続いての買ってよかったもの2点目。今履いてるやつーということで、こちらユニクロコトニエコラボのワイドパンツなわけなんですよね。ベージュっぽいから僕はこうたんだけれども、グレーとかネイビーのカラーもめちゃくちゃ良かった。なんか、ワイド目で、しかも綺麗めなスラックスの形。そして、ジャージー素材ということで、柔らかいし、めっちゃ楽な。レディースにはですね、こうめっちゃワイドで最高なパンツがあるんで、たまに名作あるんよね。そして、買って良かったアイテム3点目。JW アンダーソンコラボのコート。こちらですね。これなんかさ、結構カジュアルなアイテムやんか、近く行ってみてもらうと、チェックがになっております。ジェイブ・アンダーソンコラボになるとめちゃくちゃ毎回カジュアルやないかいみたいな、誰が着んねんみたいなやつ結構出るんだけれども、割と僕は好きな部類。こちら着てみましょう。でいっということで、こないな感じでございます。めちゃ可愛いな。引きで見たらただのベージュのコードみたいな感じ。しかも今回カデットということで、中綿入ってんよ。つまり秋冬、冬をまたげちゃう真冬に着ても大丈夫なやつなんよね。これはね、ぶっめっちゃけテンション上がるっすね。今年結構チェック柄のアウターがね、いろんなブランドで出てくるなと思うんだけれども、ようやく買えたいうことで結構ね、好きなやつ。買ってよかったアイテム、続いては、アニアのニット帽。今回ユニクロアニア初コラボということで、このアイコニックな目ん玉がついてるやつ、それがね、今回発売されたわけなんだけど、レディースの展開だったわけだよね。ただ、こういうニット帽とかマフラーに関しては、全然男性もいけちゃうぞと。で、この大判のマフラーがさ、めっちゃあったかいし、可愛いんだよね。バサッとバサッと巻いてあったらめっちゃ可愛いやん、あったかいやん、最高やないけど。見てここ、目ん玉がついてるんだよね。そう、ただのマフラーじゃないんだよね。おしゃれなカラー、そして目ん玉付きというね、ここがめちゃくちゃいいよねって話。そして髪型が崩れてしまうけれども、被ってしまうアニアのニット帽ということで、このグレーのカラーめっちゃ可愛いやん。続いて買ってよかったもの、ジェイド・ブランダーソンの靴下でございます。これはね、本当にテンションぶち上がる。今回ですね、イギリスの国にある、例えばそのリズさんだったりとか、カタツムリだったりとか、羊さんとかがプリントされてるやつがいっぱいあったわけなんだけど、例えばよ、スタバに行きました。これで席について足を組みます。そしたらチラッとね、リズさんがね、おったらね、めっちゃテンション上がるの。え、今日俺めっちゃおしゃれじゃね、テンションぶち上げーみたいな。そうなの。結局人に見せるというか、自分がどんだけ幸せになれるか、どんだけその日テンションが上がるか、そこがポイントなのよ。他の人なんてどうでもいい。自分がどんだけ満足、こう幸福感を得られるか、人生一回だけやんか、楽しんだもん勝ち。続いて買ってよかったもの、ユニクロのバブアー、こちらですね。これがなんかね、普通におしゃれだったんですよね。インナーがさ、こうチェックになってて、めちゃくちゃ可愛いの。まあ、チェックが本当にチラッと見えんの、さりげなく。それがまたおしゃれポイント。着てみましょう。ペイっていうことで、このような感じでございます。かっこいいよね、ユーティリティということで、ポケットもいっぱいだし、ショートだけということで、ワイドめのパンツとも相性抜群。ブラックカラーはどんなコーデもしやすい。そしてやっぱポイントはこの襟をね、コーディロになっている。しかもスタンドさせてチンストで留めることもできる。ぶっちゃけ今年は秋がなかったよね。秋がなかったもんで、着る機会ね、ぶっちゃけ少なかった。2、3回しか着てないんだけれども、それでもやっぱね、押せるっすね。好きだね。着るとテンション上がるやつ。続いて買ってよかったアイテム。こちら、ユニクロ U のアウター3種となっております。これはね、以前動画アップしてると思うんで、よかったらそちらも見てほしいんだけれども、めちゃくちゃヘビロテさせていただいております。ユニクロインラインとは、一線を隠す。それがユニクロ U。続いて買ってよかったもの。こちら、ラウンドミニショルダーバッグでございます。ぶっちゃけユニクロのカバンなんて、いつ着るね、いつ使うねっていう方ももちろんいると思うんだけれども、これめちゃくちゃ使っちゃってる。僕はですね、普段
ランニングするんすは、そう、ジョギングとかランニングする際に、めっちゃ便利な小ぶりで、大きすぎず、まあ、小さすぎず、大事なもの、スマホと財布とエコバッグ、この最低3つが入れば十分なのよ。走っても、すごい体にフィットしてるから、全然邪魔にならないんだよね。これがラウンドミニショルダーバッグのいいとこ。で、汚れてしまってもすぐ捨てられる、新しいやつ変えちゃう、このコスパの良さ最高。そして買ってよかったもの、ユニクロ U のパンツ各種となっております。ワイドフィットパラシュートカーゴパンツとか、ワイドフィット知能とか、ユニクロ U のパンツすごくいいよね。まあ、結局ね、テーパード効いているんで、日によっては着たくない日もあるんだけども、そう、僕はこう、ズドーンと裾までズドーンと押してる系のパンツがこう好きなもんで、テーパードの気分じゃない時ももちろんあるけど、テーパード効いてると足さばきすごくいい。ジョギング、そして登山する時とか、アクティビティの際にもすごくね、こうテーパード系のパンツは、適してんのよね。ラスト、買ってよかったものは、ユニクロ U のバックパック。ほぼ毎日。使っております。ビジネスバッグとして使ってますわ。まあ、ちゃんとしたね、高級なバックパック使った方がええんちゃうっていうのももちろんわかるんだけども、もう機能性重視。しっかりパソコン入って大容量で、見た目おしゃれやったらそれでいい。全然高くなくていい。それを叶えてくれるのがユニクロ U のバックパック。ユニクロ史上一番おしゃれなバックパックかなと思います。ということで、今年1年もね、ユニクロに支えてもらったそんな年かなと思います。来年も爆買いしていきたいと思います。ぜひね、今のうちにチャンネル登録しておいてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。